スポーツカードの情報を手広く扱うデイサイト、スポーツコレクターズデイリーが、大谷の50/50カードが歴史的販売枚数を記録とのタイトルで興味深いデータを伝えている。それによれば、記録達成後の先週末に発売された大谷翔平の50/50クラブカードは 653,737 枚を売り上げ、8年間で最高の発行枚数となったという。しかも、NBA のスーパースターであるレブロン・ジェームズ、ケビン・デュラント、ステフィン・カリーがパリ五輪で金メダルを獲得した記念のカードは 588,030 枚が売れたものの、注文期間は72時間。大谷の50/50カードが販売されたのは24時間だったといい、たった1日でレジェンド3人を上回った格好だ。大谷経済、大谷ミクスですかね。すげえよ、大谷さん。投資の対象として見てる人もいるだろうね。そりゃファンは買うし、ファンじゃない人も転売で稼げるからみんな買うに決まってる。ああ、転売屋のことね。700万ドルの契約は破格だったな。2、3年もすれば元取れそう。実質サインがもらえるってどういうことだろう。65万回サイン書くなんて不可能だぞ。ドジャースが交わした7年1000億円という契約、今となってはとてもいい買い物だったね。これで両リーグ MVP 記念カードなんて発売したら、また売れるかもですね。アメリカの記者さん現実見てますよね。もう守備してないとかでイチャモンつけやめませんか。NBA のスーパースター3人を大谷選手、一人で抜いてしまう。なんか次元が違う、わら。1日で65万枚って荒けない枚数、まさに爆売れですね。ちなみにグッズの売上収入は MLB 選手全員に均等分配されるので、大谷のグッズがたくさん売れると全選手も嬉しいそうです。ほんとこれだけ活躍してくれて、関連グッズも爆売れで、ありとあらゆるメディアで取り上げられて CM 効果とか考えたら、年俸や契約金、スポンサー料なんて安いもんですよね。10万を超える数は記録的で、超えるのは難しいと思われていたドリームチームの大記録を超えたのはすごいこと。65万分の1でサインカードが当たるということか。当たったら人生変わるな。